女房三十六人歌合わせのうち、伊勢、宮内卿、美穂ミュージアム像、清原幸信天羅二年四月二十九日は、江戸時代前期に活躍した、狩野派の絵師。久住森影の娘で、かの丹優は王叔父にあたる。江戸時代には狩野派随一の慶州画家として知られた。丹優門下四天皇の一人父、久住森影と、同じく、 丹雄四天皇に数えられる、皇太律年案の娘で、丹雄の命にあたる母、国との間に生まれる。伊藤仁才の子、伊藤梅雨著の、見文断層では、梅雨の祖母、名前は、学校、かの雪信と親しかったと記され、その談話が、よく引用される。それによると、雪信は、仮の方言の命で、十七点八歳で絵をよくし日々、方言へ通っていたが、 稽古の時、天が崎士官のこと通じた。これを清信の母が強く叱ったため、家を出てその男と、別宅し顔を描いて、都政とし、後に、大いに繁盛し、天が崎にて没したという。丹優の弟、加野康信の皇帝、加野正雲が記した、正雲筆記では、清原氏に嫁いで、京都に住んだとし、さらに、白石蔵本仮の刑図という資料を引き、 三遊門人の清原氏、平野伊兵衛守清氏に課したとする。しかし、落観の清原氏女を素直に解釈すれば幸信本人が清原氏だと考えられ、迅速一族の家系図から清原氏は祖父、常安の姓だとみなせる。幸信が父方ではなく母方の姓を名乗ったのは、迅速家は山城国西岡の国人で、 その名手的存在という由緒ある武士の家だった。さらに母の家系は丹雄に連なっていることを踏まえれば、雪信にとって、清原氏とは、自らの家系、画系の正当性を保障する名前だったと考えられる。白井歌謡筆の画像要略では、絵を丹雄に学び、指揮者は、女性画家の中で一番だと称えたという。伊原西閣の、公職一代男巻七。 マッシャラク遊びにおける島原太夫の衣装は、白ジュスの合わせに、雪の部が、秋の絵描きくげの和歌を添えたと記され、断輪や商風、与さ武尊の俳句にも読まれた。さらには、女へ叱りの雪姫、婦人心の長賀錦、色、祇園祭礼進行期の浄瑠璃や、歌舞伎作品などで、雪の部をモデルとした、雪姫という人物が登場するし、当時の人気の高さがうかがえる。 娘に、同じくめしだった、清原春信がいるが、活動時期が短かったらしく、現在作品は3点しか知られていない。作品の楽観は常に、清原氏女雪信の室と署名し、清原城の主文院を推した作例が多く、年季があるものは知られていない。小野小町や、源氏物語といった、日本の古典文芸に関係した作品を数多く、描き、 それらのほとんどは、掛け軸形式の着色画である。一方、観音図や花鳥画など、本来の仮の葉が得意とする漢画系の画題も描いているが、それらの筆色はたおやかで、繊細で清楚な趣向きを持つ。天女飛翔図ミネアポリス美術館所蔵。ありがとうございます。